NHK 主権団体の2件をご紹介させてください。ご説明いただき改めてにはなるんですけれども、端的に言いますと、この新年度の施策事業案というのはどういう狙いがあったり、どういう特徴があるのか伺わせてください。はい、これは、まず全般ご説明をさせて、いただきましたけれども、一つはですね、やはり新型コロナウイルス対策というのをしっかりと行うということと、それに伴って、このコロナの状況ですから、いろいろと社会的経済的に傷んだところがありますので、そこをしっかりと下支えをする。で、その上でですね、この社会経済の発展的な回復を目指していく。ここが まず新型コロナ関連として非常に重要な部分ですね。で、それから、これはビジョンと一体化していくところになりますけれども、コロナでまたいろいろなこの構造的な課題ということが浮き彫りになってきているところでありまして、東京一極集中の問題であるとかですね、あるいはデジタル化が進んでいないとか、いろんなことが明らかになってきたわけですけれども、明らかというかですね、より強く意識されるようになってきたところですけれども、これはビジョンの中に入っていることですので、それは一体的なものとして、しっかりとこのビジョンの実現に向けて取り組みを進めていくと、こういったところがですね、ポイントというか大きな柱になっているというのであります。もう一点、一方でやはりその将来世代の負担軽減のためには財政健全化が欠かせないと思うんですが、その点はいかがお考えでしょうか。そうですね、財政健全化についてはこれは不断の努力が必要なことだというふうに考えていまして、これまでもですね、特にその将来世代の負担というふうに言えば、県債の発行残高というのをいかに抑えてきたかということが重要になってまいります。で、これについてはですね、そうは言ってもですね、こういったコロナのような状況の中で、必要な経費、あるいはその災害対応ということで、必要な経費ということはですね、これは少子にするわけにはいきませんので、そういったところはしっかりと取り組んでいると。で、また平時にはですね、そのしっかりとその財政再建に向けた取り組みということも継続をしていくということになろうかと思っています。で、今般ですね、その財政負担比率っていうのもこの中期財政運営方針の見込みをやや上回っているんですけども、これ今申し上げたようなですね、特にその去年の豪雨災害の対応であるとかに伴う、これインフラの普及等のためのですね、検査の発行というのがあります。で、こういったことについてもですね、できるだけ有利な財源、交付税措置がしっかりついているようなこの検査を最大限活用するとか、そういった形で、できるだけマネジメントをしているといったようなことをやっていると思います。ありがとうございました。中国新聞の方です。今回一般会計の規模がですね、過去最大になっています。その点について、災害などが押し上げた面があると思うんですが、知事の受け止めをお聞かせください。そうですね、これはですね、去年と比べても502億円増えて、去年かなり多かったわけですけども、今年はさらに増えてですね、過去最大になっているんですが、これは新型コロナウイルスだけで329億円も増えていますし、豪雨災害に伴う、公共事業が234億円増えているといったようなことがあります。で、そういう中でですね、このビジョンもしっかり進めなければいけないということでですね、結果としてこういう形になったというところでありますので、非常にこのコロナにしても豪雨にしても、ある意味で言うとこの、降りかかってくるものというかですね、そういうもの、今後はこういったことが頻繁に起こるということをですね、想定していかなきゃいけないのかもしれませんが、
それに、まあ、なんて言うんでしょうね、だからといって歩みを止めることなくですね、で広島県を発展させていくということで進めていきたいなと思っているところです。もう一つ今回4期目に入られて初の予算編、まあ当初予算編成ということになりましたけど、その点で意識されたことは何かありますか。はい、まあ、やはりですね、新しいビジョンのスタートなので、これは我々30年後を見据えて、10年後のある姿というところにどうたどり着くかということでビジョンを作ったわけですけども、そこのにこうしっかり歩みをやはり進めることができる、まあ、先ほど申し上げたその財政との関連だとかですね、予算規模との関連ということになってくるわけですけども、しっかりとそれを進めていくということがやはり非常に大事なことだということで、今回の、まあ、来年事業の協力構築に取り組んでいます。まあ、4選を目指すにあたり知事自らが指摘されていた考え方が固定化するんじゃないかと思います。今回の予算編成の中でそういうところは何か感じられて、あるいは、まあ、払拭できたとか、その辺の手応えはどうでしょうか。行政の考え方が固定化していくんじゃないかということは、はいはいはい、それはどちらかというとですね、こういった事業に、において現れるないしはその対応していくというよりは、そこに至るプロセスをどう、まあ、作っていくかという問題なので、まあ、それについてはですね、引き続き外部の方の登用であるとかですね、あるいはその外部意見をしっかりと聞くっていうようなことをプロセスの中に取り込んで、やっていくということを、まあ、今やっている。最後にも言って個別のちょっと個別の事業になるんですが、イノベーションエコシステムの形成事業は、あったと思いますが、まあ、ユニコーンのような企業ということですけど、そのなかなかそうは言っても、大きな話でもあると思うんですけど、例えばどれぐらいの規模の企業を育てたいとか、いつ頃までに育てたいとか、具体的な目標はお持ちでしょうか。まあ、ユニコーンというのはですね、これ、まあ、世の中的には定義があって、設立何年だったかな、設立 10年以内かなんかですね、ちょっと今すぐ手元にないんであれですけども、それで、まあ、企業価値が1000億以上というですね、まあ、そういうものなんですが、まあ、広島県の場合にはですね、別に設立年には、まあ、こだわる必要はないというか、広島県は有料な中小企業もたくさんありますので、そういった企業が、まあ、再成長していくということで、まあ、大きく成長していくということもありだと思っています、まあ、そういう意味では、まあ、やはり企業価値1000億円のようなレベルのものを目指しつつですね、第二創業だとかということも含めた幅広いですねベースの中からこう成長していくっていう、そういう企業を指すことにしています。で、まあ、ユニコーンはですね、まあ、日本の中にまあ十数社しかないというふうになっているんですが、まあ、これはですね、まあ、やっぱり著しく少ないわけですよね。アメリカとか中国とかと比べても少ないですし、その東南アジアと比べても少ない。人口規模280万あるので、世界的に見ても実はそれなりの大きさのサイズなんですよね。そういう中で実は生まれてもおかしくない人口規模はあるので、まあ、なぜそれが生まれないのかっていう、これは日本独特のですね、まあ、広島県だけではなかなか解決しない問題もありますけども、やはりそこを目指していくっていう旗印をしっかりと立てることで、そういった殻を打ち破っていくっていうことが重要なんじゃないかなと思います。すみません、ホームテレビの中塚と申します。すみません、
本日予算案についてなんですが、新サッカースタジアム の, その整備費用について31億円余りが盛り込まれていると思うんですけれども、この、費用負担について広島市と、県で、負担割合が1対1の割合となった、理由について お願いします。はい、サッカースタジアムについてはですね、いろんなこの議論が、あった結果、中心部にですね、広島の市のまさに中心部に、作っていくということになりました。それにあたってはですね、やはりこういった中心部を活用する以上ですね、ただ単に市の広島市のにその影響が及ぶということではなくて、やはり広域的な観点からですね、重要なものになるということが必要だと。広域からお客様を集客をして、また県全体の活性化であるとか、広島県の中枢、広島市がですね、中枢拠点線の向上につながるといったようなことが必要だというふうに考えてきたところで、これまでも広島市に対してそのような考えをですね、ずっと提示をして、これが実現できる、案、それから事業者を選定するようにですね、求めてきたところです。で、今般事業者の選定も終わって、設計もできてですね、全体像が示されたわけですけれども、こういった中身を見ると、県の意見を踏まえたこの事業提案になっているというふうに評価をしておりまして、本県全体の活性化であるとか中枢拠点性の向上に資するものだと考えたということですね。で、負担割合については、まずこういった事業内容の基本にあるところなんですけども、それに加えて、これまで県と市と経済界と三連携の、この4社でですね、検討進んできたっていう経緯であるとか、あるいは民間事業者がですね、民間事業者っていうのはこのスタジアムと広場を整備していく、これソフトウェアも含めてですね、その事業者が自らこの収益を担っていくというところがありますので、その観点から覚悟と責任を持ったですね、集客目標というのは示されているということですね。つまり行政だけが絵を描いたわけじゃなくて、それをやるっていう責任を持って、事業者がそれを取り組むというふうに言っているということですね。それから経済界の寄付金が当初想定も大幅に上回っているっていうことですね。個人献金についてもですね、県内外から非常に多く集まっているといったようなことを踏まえて、全体、寄付のこの情勢っていうのも進んでいると。こういうことを総合的に勘案して、負担割合を決めていったというところです。ありがとうございます。すいません、中国新聞の河野と申します。今ご質問があったサッカースタジアムの件なんですけれども、広島市はですね、令和3年度の当初では、100億円のうちですね、およそ半分の50億円ずつと想定していました。そのことに対して、県との合意がなかったということであったんですが、今回は43億円合計でですね、この辺にちょっと減額で圧縮できたという、この辺についてはどのように受け止めてますか。これはですね、交付税、有利なんですね、措置であるとか、そういったことが働いて、実質的な負担がですね、これぐらいになるという見込みの中で、計算をしていたということなので、なんて言いますか、ややテクニカルな話なのかなというふうには思っておりますけども。県議会の理解というのが熟成が必要とおっしゃってました、知事も。県議会の理解という点ではいかがでしょうか。それはもちろんこれまである程度のご説明はしてきておりますけども、それを踏まえてですね、最終的に今回の2月議会でしっかり議論をいただいて、最終的にご承認いただけるかどうかというところだと思います。
さあ、特に、まあ、あの寄付金が予想以上集まってですね、まあ、今後自治体負担が、まあ、県の負担も減る可能性があるとかですね、まあ、あとはあの今建築資材がすごく高騰しているようなんですが、それで、まあ、あの負担が逆に増えるんじゃないかとかですね、いろんな懸念があると思うんですけど、その辺の返答要因みたいなのはいかがにまあ、これはまあ大きなプロジェクトですから、まあ、常にそういった変動要因というのはあるんだろうなというふうには思っています。まあ、それに対してはもちろん適切にですね、マネジメントしていく必要があると考えています。日本農業新聞の西野と申します。来年度の当初予算案にですね、災害復旧と農業施策の目玉と考えなどについてお聞きしてもよろしいでしょうか。はい、災害復旧についてはですね、この、平成30年 の、 7月豪雨 の、 復旧が、まあ、ようやくですね、まあ、進んできたというところで、まあ、昨年のこの豪雨災害があってですね、また新たに、まあ、1000箇所レベルでこの被災地が増えているといったような状況になっています。まあ、大変に今残念な状況なんですけども、まあ、これらについてはですね、しっかりと優先順位を踏まえながら計画的な復旧に取り組んでいくということが必要だというふうに考えています。で、その農業施策の、まあ、目玉というかですね、まあ、目玉というか、まあ農業について言えば、まあ、一つはやはり、まあ、これはもう取り組んでいくことではありますけれども、スマート農業というのをですね、しっかりと取り組んでいきたいということが、まあ、一つあるのと、それから食のイノベーション推進事業というのをですね、これは関連の部局とも連携しながら進めていくんですけれども、まあ、これは生産から販売まで、こうバルチェーンがありますよね。まあ、これさまざまな事業者が、まあ、この中にいるわけですけども、まあ、これ全体として連携してですね、この全体のものバリューを上げていくと。で、まあ、それは具体的には、まあ、新しいビジネスだとかですね、新しい商品の提供につながるような、まあ、そういったことを後押しをしていくっていう。後押しというか、まあまあ、新しいこれ取り組みなので、まあ、そもそも構想をですね、まあ、作っていったりとか、まあ、実証することになると思いますけども、そういったことを支援していくというですね、そういったことを行っていくというようなこともあると思っています。まあ、いずれにしても、まあ、我々、この大きな目標としてはですね、やはり持続可能な農業、まあ、そのためにはやはり一定 の、 その農業者がですね、一定 の、 所得を得ることができる、まあ、そういうことを目指しておりますので、まあ、引き続き、その経力の向上といったことも合わせてですね、まあ、さまざまな取り組みを進めていきたいと思っています。ありがとうございます。その他ご質問いかがでしょうか。よろしいでしょうか。それでは質問がないようですので、これで発表を終わらせていただきます。ありがとうございました。